ここっちちは60ですちょっとこれは見てないあの決勝のことなんですけどできたんですけど、えっと、今見せちゃうと、あのー、なんかつまんないんで今は見せません今日はですね、えっと、軽く雑談というか、まあ、雑談話す感じなんですけど編集でちょっとところどころ画像貼っつけとくけど今回はこちら「ポケモン GO」の都市伝説でございます、まあ、都市伝説ってほどでもない けどちゃんと証拠があるんで、えっと、僕が、えー、っと、2本ぐらい前かなの動画にですね、えっと、まあカビゴンとか、まあルージェラが出たりとか、そういう、まあねやつを出したじゃないですか。それでカビゴンを捕まえたっていうやつの後に、新しく図鑑に載りますってやつで、ドゥ <noise> <ビ>ンドゥ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 ンってやつね、まあちょっと、あのー、流しとくけど、これね。<noise> 初めてですよ意外だけど、まあ、こんな感じなんだけど、まあ、この時にねちょっと見てもらいたいドゥ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 の時に影がバーンって映るじゃないですかでこれバーンってあるんですけどそこのそのカビゴンの図鑑のちょっと近く周辺のにいるポケモンもちょっと映るじゃないですか この中に、あれと思う鍵があるんですよ。別に怖いものじゃないからね。もう別に、まあ、怖いってやつじゃないから安心して。フリーザーがいると。まあ、ね、まあ、ミュウツー、フリーザー、ファイヤー、サンダー、ミュウ。で、まあ、メタモンは、 前までバグだったけどこの6つはバグで出てたんだけど、まあ、メタモンは実装されたねで次に実装されるのはフリーザー入るんじゃないかとフリーザー来るってことはサンダーファイヤー来るというこちらの証拠がこちらでございますよ意外だけど,だけどまあね怖い怖いというかまあねえっとメタモンもバグで出てたやつと バグっていうか、改造ね。改造で出てたやつと全く同じフォントっていうか、見た目だったから、えっと、もう、もともとデータあるのかもしれないけど、ファイルは。この影よ。影ね。フリーザーの、あの、改造で出たやつの画像がこれです。で、俺が見つけたわはこれ。よ、意外だけど。こう思うとね、フリーザー、僕ね、一切改造してませんよ。 偽造じゃないんですけど、それに映り込んでたというわけで、幽霊ではないですが、まあね、ちょっと面白いんじゃないかなと思いました。まあ、メタモンも最近実装されましたし、ちょっと噛んじゃったけど、あの、フリーザーもそろそろ来るんじゃないかという話でした。今日はちょっと短めなのか長めなのかわかんなかったけど、話だけの動画でした。まあ、ね、フリーザーの影だから、まあ、バーンって見せれないからね。 じゃあ、交互、交互期待。バイバイ。